ゆらるです。ひめかです。あゆです。えこです。ゆらるピンクラテティーミー始まるよイエーイはい、じゃあ今日の企画はチャンネル登録者数4万人記念質問コーナーです。4万人ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今から1問ずつ質問を読んでいきます。そして答えていきます。せーの、どうぞ。4万人おめでとう。メンバー5人で行きたい場所は？ゆなはみんなで大須に行きたいです。大須って、あの名古屋にあるんだけどね。おしゃれな服屋さんとか食べ物屋さんとかあるよ。楽しそう。あるよ。ディズニーランドに遊びに行きたい。私はディズニーと韓国に行きたいです。行きたい。ディズニーとユニバと韓国です。ハワイも行きたい。私はなんかみんなで行けるならどこでもいいんですけど、なんか富士急行きたいなって思います。確かに絶叫乗りたいんですよ。でも海景色は海景色絶叫得意だよね。絶叫めちゃくちゃ大好き。タケノコの里派、キノコの山派、決めましたか？はい。じゃあまずタケノコの里派の人。はい。お、キノコの山派の人。マジ？カリカリ系？最近のマイブームは？最近はタピオカにハマっています。エビはお風呂で歌うことが。マイブーム。家帰ったらアイス食べること。友達のインスタのストーリーとか見るのと、学校で給食のじゃんけんに参加することです。はい、私はプラバン作りと、あとはなんか YouTube で PV のメイキング映像とか、なんかそういうのを見るの好きです。好きな K-POP アイドルはいますか？います。じゃあ、ゆなはスライスです。ゆかはいません。私はブラックピンクのリサです。私はブラックピンクです。私は K-POP アイドルはトワイスが好きです。みんなの好きなキャラクターは何ですか？アンパンマンです。ピーチです。ドラえもんとディズニー。最近はニキっていうキャラクターにハマってます。シンプソンズと羊のショーンとトムとジェリーが好きです。みんなの学校で何て呼ばれてる？教えて。私はユナユナって呼ばれてます。エコは石山とエコって呼ばれてます。アリアかアリーって呼ばれてる。花田か花田さんか姫香か姫香ちゃん。ゆらりとゆらりちゃんです。好きな給食のメニュー。サバの銀紙焼きです。あれめっちゃ美味しい。美味しい。なんかさ銀紙についた味噌をさご飯につけるのが好き。エコはジャガイモが大好きなので肉じゃがが美味しいですね。お弁当だそうです。なるほどね。お弁当。じゃあ好きなお弁当の具は？ハッシュドポテト大好き。ハッシュドポテト美味しい。私の好きな給食は揚げパンです。私はレンコンチップです。お祭りで必ず行く屋台は？フランクフルトアイス。エコはアンザーメ、なんかリンゴ飴っぽいやつ。私はかき氷とスーパーボールすくい。かわいい。私は哺乳瓶ソーダのタピオカとかき氷です。チョコバナナとリンゴ飴です。第一印象と今で一番ギャップがあるメンバーは？せーの。あ、でもエコちゃんも2人かも。エコちゃんとアリア。2、2だね。私エコちゃん。エコちゃんとアリア。キメカ。キメカちゃん。キメカちゃんはね、めっちゃ大人しそうに見えてる。うん。今パーだから。なんかずっと笑ってるもん、一人で。アリアもね、なかなか。そう。ギャップっていうか、あれだよね、変わったよね。めっちゃ喋るよ。確かに。変わった。そう。ユミカは最初ね、めっちゃお嬢様みたいになってて、マジ今はこんな。地元の好きなところ。名古屋だったらみんなが集まってて美味しいものが、ね、いっぱいあるし、名古屋名物がとにかく美味しいことで、地元はめっちゃ風が気持ちよくてみんなが仲いいのがいいです。エコのところは東京なんですけど、名物とかあんまないけど、
交通がすごい便利なんですけど、お店みたいなこと言うの。東京は便利だよ、便利だよ。たこ焼きが美味しい、たこ焼き美味しい、ロンチョク美味しい。富山は場所だったら駅周辺にタピオカ屋さんとかチーズドッグのお店とかプリキのお店とかあって、あの人はみんな明るくてフレンドリーで結構喋りかけられる、知らない人とかにも。それは姫香の問題ね。そうかな。そう、名古屋は何だった？ごめんね。もう一つは魚が美味しい。あ、魚、はい、名古屋は名古屋人って結構クールって言われがちなんですけど、割とそんなことなくって、みんな明るくて、いざという時はもうめっちゃ助け合うし応援してくれるし、もう団結力っていうんですか、そうがすごいあって、とても好きですね。名古屋。北青山ビルは何階建てですか？せーので、15階建てです。15だよ。15階建てです。みんなが思うかっこいい男子の行動は、見返り求めずに、なんかさりげなくちゃんと手助けをする男子。見返り求めずって何？自分に利益がなくても、なんかちゃんとっていく、自分に利益がないけど、なんか他の人に手助けをする。理解できた。すごい、説明もうまし、メリハリをちゃんとつけられる人。授業の時は真面目だけど、遊ぶ時はちゃんと笑顔で遊ぶみたいな。確かに助け合いができる人。なんか好きな人がコロコロ変わるんじゃなくて、ずっと一途な人とかがいいです。優しくしてくれたらそれでもいいですね。それがもう一番だ。おすすめのコスメブランド教えてください。シュウエムラです。エチュードハウスと 3C の感覚ブランドが好きです。私はキミカが生まれたあのやつとか、キミカが開けたやつは分かんないけど韓国のやつ。韓国のやつ。私はジルスチュアートと、最近は韓国コスメにハマってます。キャンメイクとケイトです。この中で誰が一番頭いいですか？はい、一斉なので、お、ゆなちゃんが1、エコちゃんが1。あ、ゆなちゃんなんかね、0。まあそれはそうだね。私が2。なんかゆらり真面目だから勉強できそうかなと思ったけど、一瞬なんか、あの自分の順位を言わないんですよ絶対。だからどうなんだろうか、なんか案外その多分思ってるより頭良くないと思う私。ゆらちゃんは私あの時にすごいと思った。原宿のお買い物で、言葉いっぱい知ってるし。そうそう、えこちゃんはもうなんかキリって感じ。頭いいですみたいな。頭良さそう。うちら1票も入ってなかった。いいのにな。いいのに。いいの。謎の嘘。はい、モデルとして気をつけていることを教えてください。体型維持とかもそうなんですけど、常に笑顔でいることを気をつけてます。最近はちょっと日焼けにすごく気をつけています。私もあんまりやってなかったけど、最近は日焼け止めを塗るようになりました。暇があればマッサージをしてます。私は日焼けと、あとは運動をたくさんすることと、ポジティブでいることです。以上です。おお、すごい。質問コーナーって結構楽しいんだよね。うん、そう、いろんな質問してる。今回も結構質問の数が多かったみたいで嬉しいな、ね、嬉しいな、ね、ありがとうございます。次、目標5万人。5万人頑張りましょう。頑張りましょう。頑張ろうね。よっしゃ。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知音、よろしくお願いします。バイバイ。